船でお花見。春のうららの隅田川、上り下りの船人が。春は何と言ってもうららです。隅田川です。隅田川を忘れちゃいませんかと言いたい。誰に言いたいかというと、僕に言いたい。僕のお花見スポットから隅田川がすっぽり抜けていた。東京近辺のお花見スポットといえば、まず上野公園、千鳥ヶ淵、靖国神社、小金井堤、井の頭公園といったところが頭に浮かび、いつも隅田川が抜け落ちていた。そうだ、隅田川に行ってみよう。隅田川に行って、将軍吉宗家斉の命で植えられたという川のほとりの桜の大行列を見てこよう。幸い今年の桜は寒さのせいか満開状態が長続きしている。4月の5日頃からほぼ満開状態となり、この原稿を書いている15日でもまだまだお花見が可能だ。こうなると今まで抱いていた桜の花のイメージが変わる。客が一晩だけ泊まってすぐ帰ると言っていたので大歓迎したら、次の日も帰らず、その次の日も帰らず、3日経っても4日経っても帰らず、もう客扱いではなく、あとはもう勝手に咲いてなと誰もが見放している。やっぱり花は散り時が大切だ。とりあえず浅草に着いてみると、東武浅草駅の裏の吾妻橋から隅田川堤の桜の大群を見ながらの隅田川クルージングというものが出ているという。東京都観光汽船が桜の季節だけ浅草桜橋間を往復するクルージング船を走らせており、所要時間は45分。船着き場のポスターには、船内で琴の生演奏を行っておりますとあり、料金は野立セットが1500円、ほろ酔いセットが1900円とある。野立の方は乗船料プラス長明寺桜餅プラスお抹茶で、ほろ酔いの方が乗船料プラス和風オードブルプラスお飲み物で、お飲み物はビール、日本酒、ジュース、ウーロン茶の中から1本選択とある。考えてみれば、今までの僕のお花見は1地点定点観測スタイルであった。つまり桜の下にビニールシートを敷き、そこに酒や料理を並べて座り込んだらもう移動はしない。風景も変わらない。ところが船での花見はビニールシートが移動していくことになる。人間がビニールシートごと川に入っちゃう。川に入って移動していく。見物する桜の木もどんどん変われば、風景もどんどん変わる。何しろこの園庭には1300本の桜の木が立ち並んでいるという。これをほろ酔いセットでほろ酔いになりながら見物するのだ。我が花見史上初の試みということになる。ほろ酔いセットなるものがいかなるおつまみかわからぬが、我が花見史上初のビニールシート川流れ方式の花見のつまみに異論があってはならぬ。僕はこの近隣を駆け巡っておつまみの収集に努めた。雷門の並びにあるすき焼きのちんやの店頭売りで牛たたき650円を買う。仲見世通りの入り口の入り豆やはじけ豆で塩豆750円を買う。この店は 250g 以上売りなので、とんでもない大袋だった。中華の青果飯店の店頭売りで鶏唐揚げとチンジャオロースを買う。やはり同じ通りの相模屋本店で浅草名物電気ブランを売っていたので小瓶を買う。590円。その近くの趣味のお履物の店富士弁で天狗が履く一本刃の高下駄
6000円を売っていたが、これは買わない。大量のおつまみを抱えて5時50分頃発の船に乗り込む。船は定員553名の立派な観光船で、この日は小雨にもかかわらず、すでに60名ほどの行列ができていた。客の大半はご多分に漏れずおばちゃんで、その他はおばちゃんが連れてきたおじちゃん、アベック、なぜか青年の二人連れが何組かいる。乗船すると、まず和服女性の琴の生演奏が目に入る仕掛けになっている。生ごとをちらと横目で見たおばちゃんたちは、とにもかくにも窓際の席を目指して走る。しかし、553:60だから、窓際の席は十分にあるのであった。ほろ酔いセットのおつまみは、エビ天、野菜天などの天ぷらとかまぼこ、卵焼きなどであった。船は緩やかに夕暮れの隅田川を出発した。おばちゃんたちは早くもほろ酔いセットの缶ビールをぐいーっと開け、ああ、ほろ酔いになったと赤くなった方に手を当て、ほろ酔いセットに律儀な態度を示すのであった。隅田川の包みを牧堤と呼ぶそうだ。牧堤の桜はどこまでもどこまでもまるで終わりがないように延々と続く。動いているのは船の方なのに、船の中から見ていると桜の方が目の前を流れていくように見える。延々と続く桜とともに日の灯った提灯の行列も延々と続き、花見の雰囲気を一層盛り上げてくれる。しかし川の中央を進む我が船からは桜の木はいかにも遠い。桜の木のすぐそばを提灯に飾られた屋形船がゆっくり進んでいく。屋形船の窓から飲めや歌えの様子が見える。そうだったのだ。お一人様何千円の屋形船は土手のすぐ下を行き、我がほろ酔いセット1900円の船は川の中央を行くのだ。ま、大型船は川の中央を行くということなんだろうけどね。大量のおつまみ持ち込みは失敗だった。なんせ航行時間は45分。ほろ酔いセットのおつまみと缶ビール1本ないし2本ってちょうどぴったりの時間だったのだ。